はい、ということで始まりましたけれども、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、ポキュレッシュ、はい、なんかお太りになったね。ポキュかなりお太りになった。でここのおできが2つね、等間隔にここにできてんのよ。腹立つわ。ということでね、行こうかなと思うわけですけども、今日は丸太の上に座ってます。うん、はい、なんかあれですね、別に何でもない場所なんですけど、今日もう天気がいいなと思って、天気がいいなってどう考えても曇りじゃねえかって思うじゃないですか。なんか冬っぽくないですか、天気が冬っぽくない、髪切りて、天気冬っぽくないですか。なんかすげえ冬っぽくてなんかいいなと思って、はい、冬っぽいんで今日はそんな感じでやっていこうかなと。もうどこでもよかったんですよ、だから今日冬っぽいなと思って、山であればどこでもいいなと思って、カラスとチュンチュンが言っとカラスがチュンチュンカラスとチュンチュンが言っとるわ。うん、はい今日場所どこでもよかったんですよ。なんかだから走りながら、あ、もうここでいいやと思って、なんか池あるじゃんと思ったら池干上がってんの、うん、池のところで撮ろうかなと思ったら池干上がってんの、水ねえの、マジかと思ってね、うん、いただきます。太ったな俺。これ俺動画の中で言いましたっけ、あの僕冬の間はなんかなんすかね、太りたいんですよ冬の間太りたいんですよ。なんかあ、はい、ちゃんとここに入れてますんでね、冬の間太りたいんですよ僕。うん、なんでかっていうと寒いじゃないですか。寒いからカーカーうるせえな、何がカーカーじゃん、うん、冬の間は太りたいんですよ僕は。うん、そう、冬の間はね、数歩の白い豚になる。誰が白い豚だよおい、誰が豚やおい、あ、誰が豚なんや、うん、そう、冬の間は太りたいんでたくさん食べるんですよ。だから僕今最近最低3人前は食いますからね。うん、ご飯を最低でも3人前は食べます。それ太ります。で多分これです、これとこれです。これ何、これ、これとこれは何の話なのこれ。うん、まあ、スーホの白い豚ということで、誰が白い豚だこれ、しゃあ、うん、ということでね、やっているわけですけども、今日はちゃんとマフラーもしてきたんで、うん、マフってるんで、うん、マフです。誰がマフマフや、うん、マフマフなんでね、僕は、はい、そういうことでやっていきますけど、この前急にふと思い出した曲なんだっけな、忘れちった、うん、喋ることも今日特に喋ることも特にないんですよね今日は。なんとなく動画を撮っとこうかなと思っただけなんで、はい、言っときますけど今日クリスマス目前ですからね、はい、クリスマスいかがですか、予定とかあります。うん、まあお前たちに聞いた俺がバカだったわ、うん、お前たちに予定があるわけがない、うん、あったらブロックしますあったらブロックするんでよろしくお願いします。うん、何がクリスマスじゃとな、こちとらお前無宗教じゃとね、うん、あんなもんクリスチャン の、あのお祭りごとなんで、あんなものは髪が邪魔だな、切りてえな、切りてえな、年内に一回切りたいな、ちょっとマジでいけるかな、どっかのタイミングで髪切りに、
っとこれ髪切りて、うん、クリスマスは僕はもう無宗教なんで関係ないんですよ、うん、どうでもよクリスマス、うざいわ。俺年間の行事の中で一番嫌いなのクリスマスだからね、うん、一番好きなのは特にないっすねねえですね、うん、今年あれ行けなかったな、多摩川の花火大会、僕大体毎年行ってるんですよ。僕あの花火大会あんまり行かないんですけど、唯一多摩川の花火大会だけ毎年のように行ってたんですけど、今年気がついたら終わってたね、うん、行きました、花火今年、うん、まあ今年の総括ですよ、こんな年の暮れ、はい、もうね、12月の今日何日ですか。僕日にちの感覚が狂ってるんですよね。僕あのあれなんですよ、マジで日にちと曜日の感覚どうかしてるんですよ、マジで。で昨日なのか一昨日なのか分かんないですよ、マジで。これ昔からそうです、本当に。これ老いとかじゃなくて昔からそうなんですよ。日にちを覚えられないんですよ僕、多分そういう病気なんですよね、うん、何かしらのそういう病気なんですよ。例えばね、彼女とかの誕生日聞くじゃないですか、完全に5秒後には覚えてないんですよ。どうでもいいんですよね、人の誕生日とか。多分人間なんか自分にとって大事なことってやっぱ覚えるんですよ。自分にとってこれどうでもいいなとか、覚えてなきゃ覚えてなきゃって思いながらも忘れちゃうことって本心ではどうでもいいと思ってるんですよ、多分。わかんないですけど、うん、誕生日どうでもよくないですか。俺自分の誕生日すら忘れるときありますからね、マジで、うん、まああいにくですね、僕の誕生日すごい覚えやすい誕生日なんで、まあ僕誕生日明かしてないんですよ、はい、実は、うん、別に年齢は隠してないんですけど、年齢は別にバンバン言ってるんですけど、僕62歳なんですけどつまんな俺つまんな、マジで俺いつからこんなつまんなくなった俺、今これここに入れましたけど、はい、62歳まだそれ引っ張んの、まあいいんですけど、年齢は別に特に普通に隠してないんですけど、誕生日生まれた月日は隠してるんですよ。なんでかっつったら、まあ昔は昔っていうか、僕なんだかんだ言って配信歴自体は9年とかになるんですよね。結構長いんですよ、ずっと延々と過疎でやってるんですけど、うん、僕はもう過疎でもいいなと思って、てめえのやりたいことをてめえのやりたいようにやれる環境がありゃいいなと思ってるだけなんで、はい、永久に過疎なんですけど、僕の YouTube のチャンネルは減ることはあっても増えることはないと思ってるんで、はっきりと、はい、自分でも自覚はあるんで。でね、何の話でしたっけはい、マジですか、これ何の話してたんでしたっけ、僕今、何でしたっけ、月日の話ですよね、月日の話ですよね、何の話してたんでしたっけ。月日の話は覚えてるんですけど、何の話をしようとしたのか覚えてないんですよね。怖っ、え、怖っ、このゆるさ怖っ、マジ今話そうとしてた話全部忘れちった。なんだっけ、月日が何、何の月日の話、なんだっけ、花開会で、え、何の話しようとしたんでしたっけ。はい、え、マジっすか、何でしたっけ、はい、え、嘘だ、何の話しようとした、月日の話でしょ、誕生日の話して、あ、そうそうそう、俺が誕生日を公開していない話だ、あ、よく思い出した。そうでね、なんで僕が誕生日を公開してないかというと、僕まあ配信歴9年ぐらい前、実はありまして、まあ数年前までは僕誕生日を公開してたんですけど、別になんか僕ごときにですね、なんか誕生日プレゼントをくれようとしてくれる人がいてですね、それはマジで申し訳ないなと思って、いや僕は何かしらをいただきたくてやってるわけではないですし、はい、なんか僕なんかにお金を使うぐらいだったら、その分ね、今日の晩ご飯を豪勢に食べてほしいなって思いますし、そのお金でね、
はい、なのでそう変に誕生日プレゼントとかそういうので気を使わせたくないなと思って、でそれで誕生日を非公開にしだしたんですよ僕、うん、だから年齢は別に全然いいんですけど誕生日は僕非公開なんですいません本当に、僕の誕生日はもうエブリデイです僕の誕生日はエブリデイです。は今日もゆるい動画撮りよんな俺なんやこれ、うん、ということでねもう飽きたんでここも飽きたんで今日で寒くないんすよ。やっぱあのねあの勘違いしてる人いるんですけどあの曇ってる日って意外と暖かいですよ。曇ってる日って、うん、あのそうなんですよね、うん、どうでもええわ、うん、その辺でのその辺でのぐそしてから帰るわ、うん、ケツを拭かずに帰る、うん、お尻が後でカピカピになってしまうけど、うん、お尻がカピカピになりながら帰るわ。ほんで、うん、今日はこれが1本目ということなんですけども、あとまあできたら 2,3 本撮って帰りたいかなと思ってますんでね、はい、よろしくお願いします。うん、であとなんか禁断ボーイズが頑張って動画アップしてるんでみんな禁断ボーイズのなんか渾身の力作見てあげてください。はっきり言いますけど、僕は禁断ボーイズが大好きです。でも今回の動画は個人的にはあまり好みではなかったっていう、まあでも一応 見るけどね、再生数を稼がなきゃと思って、はい、見ますけど、はい、再生数を稼ぎにはいきますけど飛ばさずには見てられないっていう怒られるぞマジで本当に怒られるからな。禁断ボーイズの過去一の出来ですとか言ってなんかクソが言ってたけどそうって思ったお前撮影に1ヶ月お前編集に4ヶ月かかっとるだぞお前なんでこの動画の編集に4ヶ月もかかったんだこいつらと思っていや怒られるって怒られる。うん、田中とモーリーにはお会いしたことあるんですけどね、うん、渋谷で田中とモーリーはちょっと絡んで僕のツイッターに田中とモーリーの絡みの動画がちょこっとだけ載ってるんで一部分だけね、はい、まあどっか探してみたら多分あると思います。はい、田中とモーリーと絡んだことはあるんですけど、うん、また遊びたいな、うん、田中多分俺のこと嫌いだからね田中多分俺のことすごい嫌いなタイプだからね、うん、あいつうるせえなっつって、うん、田中とモーリーが撮影してたところ俺一人で乗り込んでて邪魔したことがありましたけど、うん、ウイス禁断ボーイズの金髪と赤髪よっつって、うん、だるがらみしたことありますけど、はい、その一部分はツイッターに載ってますんでねぜひ見てみてくださいはい、ということでございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の配信か動画でお会いしましょう。それでは皆さんさよなら、バイバイ、ピッ。